この時間はサンフレッチェ広島対京都サンガ FC、 こちらの一戦をお楽しみいただきます。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。こちら現地昼のコンディションですが、現在曇っていますが、先ほどまでは雨が降っていました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。北澤さん、361のシステムで今日来ているようなんですけれども、この3バック、この意図は何なんでしょうね。まあ、相手がワントップ、ツートップでも3人で守りきれるということですよね。はい、ただワントップになってしまうと少しこう余ってしまう選手がいるので、はい、前に押していくということもしないと、少しこう縦にポジションがこうデコボコ感を作るということができた方がいいかなと思いますけどね。ツー、はい、トップに対しては非常にこうはまりやすいのかなと思いますけどね。あとはサイドのワイドにいる選手ですよね。これがサイドバックに入ってきたりとかするので、まあ、ちょっと守備時の時には5バックになったりとかっていうこともこうスムーズにできれば、守ってからの攻撃っていう形もなりますよね。今ファーストハーフがスタート。サンフレッチェ広島対京都サンガ FC。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね。自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。はい、ゲームの立ち上がりまずは見ていきましょう。押せばってフリーだ。いいプレッシャー。さあ一気にカウンター。このパスを防ぎます。ここで前を向けるか。アーチのようなパス、もうこれいいでしょう。ちょっと小さい、いけるか。シュート、グズボールになる。どうだ、これは取れないですか。レフェリーディフェンスをものともしません。いいでしょう。クリア。このピンチをなんとか出します。キガス縦へ送る、つながります。ギルーク狙ったボール、カット、コーナーキック。どうする、上げてくる、どうだ、あ、ダメだ。惜しいシュートです。広島入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。コーナーが続いています。どうだ、このクリアボール次へつなげたい。どうする、クロスが入る、旗が上がっています。オフサイドです。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。若原大きく前線へ、ここで受けて細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあ来たか、もうこれいいでしょ。来た、シュート、これ出る、さあ詰めている、若原、いや上がる、これを拾いたい京都。大きく縦へ、ここはカットします。さあカウンタースピードを上げたいところ。さあ左へ預けて、いい展開ですね。ここ拾って次につなげたい京都。前半30分を経過しています。これいいでしょ。来た。うわ。ポスト左をかすめていきました。やっぱり一瞬開けば打ってきますよね。まあ、ミドル得意ですからね。大きく前線へ。プレスからボールがこぼれる。さあ一気にカウンター、スルーパス、いい形ですよ。とこれはつながりません。キーパーから前線へ、荒木、裏のスペースを狙う、ここは通しません。大きく縦へ、
お、いい形ですよ。さあ右へ預けて上げることができるか。撫でるようなボールタッチ、中で味方の選手が待っている。もうこれいいでしょ。ボールがつながる、シュート。うわー、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打てますからね。川崎組み立て直します。ここでレフリー、前半終わりの声を吹きました。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半ご覧になってどう思われました？広島としては相手に比べるとシュートの場面が非常に多かったですよね。ですが見ての通り得点は動いてないわけですから、後半も積極的に仕掛けてくるでしょうね。サンフレッチェ広島対京都サンガ FC、 得点は動かないまま後半を迎えます。後半です。広島としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。佐々木、東へ素早いパスで攻め上がっていきます。これはつながりません。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏のスペースを狙う、裏へ抜けた。お、これいいでしょ。抜けてくる、中に入れる、こぼれてる。いや、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ここで受けて縦へ送る。京都としては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、背後のスペースを意識してるんですよね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているので、だんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね。まあその相互理解がないと穴が開いてしまうってことですね。そうなんですよね。さあ共に選手交代があるようです。ここで受けて、いいプレッシャー、浅田、起点となるアクションが欲しい。この試合も終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども、なかなか得点には至らず。上げてくる、どうだ。もうこれいいですよ。さあドグラス・ビエイラ、いけるか、来た、シュート。うわ、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打ってますからね。コーナーキックのチャンスになります。ボールが上がる、あ、ダメだ。このヘッド報われませんでした。キーパーから前線へ、プレスからボールがこぼれる。つなぎたいとこだ。おっとこぼれてる。ここはいいプレスで奪います。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へ届くか、いいボールだ、どうだ、ここで受ける、1対1、シュート、先制、サンフレッチェ、いやー、素晴らしい、決勝点になろうかという先制弾、やった、決まりましたね。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや、素晴らしい展開でしたし、迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。
京都がここで選手を変えるようです。さあ京都2人の選手を入れ替えます。広島先制ゴールが決まりました。1対0。カットいい形ですよ。これはどうだ、裏へ飛び出した、いけるか、いった、来た、追加点、サンフレッチェ、いや素晴らしい、突き放します。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のは今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。両チームともメンバー交代があるようです。さあ広島得点を重ね2対0という展開。いやこうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。どうだ、うわ惜しい。ピッチ上雨が降ってきたようです。あ降ってますね。振り始めはボールが走りやすくなるのでコントロールには注意が必要ですよね。ボールが上がる、クリアが浅い、ドウグラス・ビエイラから緩いフィードボール、浅田一呼吸を置きます。キーパー前へ蹴り出します。ここで受けてボール入るか、裏を狙う、もうこれいいでしょ、フリーだ、いやこぼれてる、これはどうだ、これ仕掛けるか、さあシュートレンジだ、いけるか、ミドル、いや広島ここもしっかりディフェンスしました。広島これは奪い返します。東ここで笛です。2対0、広島見事勝利を収めました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。広島としては後半からリズムをつかみ始めましたよね。失点もなくきっちり2得点決めての勝利ですから、今日は納得のいく試合だったと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さんありがとうございました。ありがとうございました。Understand that we weren't meant to be.